第4試合目ですね、加藤選手と川本穂村選手の戦いでございますけれども、この試合は、加藤選手、過去に、強い選手とばっかりやってきてですね、井筒社長負けなしのですね、そうですね、戦ってきて、うん、で次に、マット、これは青森の三沢の米軍基地の中でも、三沢のね中でもこの相当強い選手、体も出来上がっていて、で加藤選手はその強い人とやるのが楽しいということで、まあ、試合を組ませてもらったんですけど、まあ、2連敗してまして、今回、勝利に向けてリングに上がると、でその対する相手が、川本選手ですね、うん、で川本さんの漫画家で、川本さん103キロぐらいあったのかな、それを、ね、はい、95キロ級の8キロ体重を落としてリングに上がると、はい、でこの川本選手は漫画家で、まあ、売れっ子の、影狂いという、ね、漫画を描いて、ね、原作者でもあるので、相当家に閉じこもって体を動かさない、うん、これじゃ健康になら不健康で病気になって死んでしまうんじゃないかなるほど、せっかく漫画家は不健康だということで、うん、体を動かした時に試合ができるんじゃないかと、うん、このエグゼクティブファイト出てみたいということで、うん、まあ、加藤選手と体重があるので組んでみたんですよね、うん、なるほど、そしたら、加藤選手は弁護士現役、はい、川本選手は現役のバリバリの漫画原作者なんですが、後で聞いたら弁護士の資格も何と持ってるということで、ですね、はい、加藤選手いつも、障害罪で訴えるぞっていう言葉を言って決めていただいてですね、はい、これが川本さんには出せなかったということで、まあ、この試合95キロ級で、ルールは顔面パンチなしの空手ルールで戦うということで、2分1ラウンドの試合になりました、はい、この試合ヘビー級のどつき合い、ぜひ楽しみに見てください。はい、川本穂村と申します。漫画原作者をやっています。代表作は駆け狂いっていう漫画で、アニメとかドラマとか映画などにしていただいている作品です。未来創造弁護士法人の弁護士の加藤翔太と申します。1試合目、まあ、病みつきになってというか、2回目も出場したんですけれども、まあ今度はちょっと規格外の規格外の化け物だったので、ボクシングと総合格闘技を、まあ、健康のために始めてしばらく練習してたんですけど、なんか試合とか、出てみたいなと思った時にエグゼクティブファイトが目に入って応募させていただきました。もう普段仕事ではもう机に向かって漫画ばっかり描いてるんですけども、まあ、その漫画家がどこまで戦えるんだっていうところを見ていただければ、楽しみにしていただければなと思ってます。まあ、3回目で過去2回ねちょっと負けちゃってるので、うちの代表にも次負けたらしばらく出場停止だぞと言われてますので、今回は必ず勝ってまた次の大会も出たいと思います。相手が漫画の原作者ということで、勝ったら俺の考えた話を漫画にしてもらうぜ。漫画ストーリーライダー、ハマラー、キャオワーナタ。I'm not afraid to die.
in the corner. Mirai Sozo Law Corporation Lawyer Shoto Kato.第4試合、選手のご紹介。青コーナー、漫画原作者、川本ホームラン。赤コーナー、未来創造弁護士法人、弁護士加藤翔太。さあ第4試合、コーヒー川本選手はこの試合をネタにして漫画を描きたいって言ってますけど。そうですね。ちなみに先ほど入場曲が影狂いのまさに原作者自分の曲で来たんですが、対戦相手の加藤選手も同じ入場曲で入ってきました。稲毛、繰り返しなんですけど、はい、エグゼキティブファイト、はい、赤コーナー弁護士先生です。そうなんですよね。ノーヘッドギア、僕が知ってる範囲では最強の弁護士ですね、はい、ただですね、川本選手、はい、よくよく漫画家だと思ってたら、はい、実は弁護士の司法書士持っていて。川本選手もですか。なるほど、素晴らしいです。それでは準備ができたようです。ラウンド1アマチュアなんですが、一応ファールカップ金的ですね。ファールカップはプロ用の鉄をつけてますんで、はい、なるほど、ご安心ください。なるほど。1分6秒ですね。あと1分6秒です。続行します。ファールカップ気をつけて。試合再開。はい、ラスト1分、ラスト1分です。タイムストップ、タイムストップです、赤コーナーの加藤選手、膝がもう一度入ってしまいました。
ただいま、2回、膝蹴りが、ファールに当たりましたので、赤コーラ側の減点1となります。はい、ルール上ですね、減点1には取られます。一度の、金的、中1でしたが、2つ目減点1が取られます。もうしばらくお待ちください。川村選手大丈夫そうですか、いけそうですか、大丈夫ですか。大きな拍手お願いします。残り時間ラスト56秒いきます。試合再開。はい、ラスト30、ラスト30です。皆さん大きな応援お願いします。ラスト20、ラスト10秒、さあ最後です、ラスト10秒。第1ラウンド終了。さあ、新しい戦いを見てる感じがしますが、やっぱりこの頭部顔禁止というこのマッチ相当痛そうですけど、いかがですかね。そうですね、顔がなしの戦いはね、本当にね、胸とか心臓とかね、殴られるんで本当に痛いんですよね。さあ、ジャッジペーパーがまとまろうとしております。あと少しお待ちください。いなきゃあれですね、両者とも、はい、ウェイトがあるので、いや、やばいですね。本当にそのパンチも、はい、キックもめちゃめちゃ音がね、低い、この音がね、低い音がボコボコってきますね。あ、参りました。お願いいたします。判定の結果をお知らせいたします。ジャッジ桜木10対9、青。ジャッジ加藤10対9、青。ジャッジ国比類巻10対9、青。勝者、青。川本ホームラン。それでは勝利した川本選手には本マッチプレゼンターによるトロフィーの授与がございます。株式会社集まる代表取締役石井陽介様、お願いいたします。おめでとうございます。石井さん、一言お願いいたします。おめでとうございます。ローブロー2発、すごい痛そうでしたけど、本当におめでとうございます。加藤さんは、もう今日でですね、3連敗ということで、先ほど未来創造弁護士法人の所長から聞きましたが、もう今日負けたら
75キロまでに絞るまで出場停止ということですので、あと今95キロ、あと20キロ痩せるまで出場停止ということなんで、加藤さんこうなったんで仕方ないので20キロ絞ってですね、あの次回リベンジ待ってます。いや本当に、まあ、苦しい戦いでしたけど、あの粘りというか執念というか感動しました。ありがとうございました。石井様ありがとうございました。それでは小比類巻より選手へのインタビューをお願いします。まずは勝利した、一言お願いします。はい、漫画原作者の、川本村と申します。まずはあの対戦してくださった加藤選手ありがとうございました。あの一個言っときたいんですけど、今回その顔面なしのルールになったのって僕の、 あの勝手というか僕の希望を加藤さんが飲んでくださって成立した試合で、あのなのであのあの膝蹴りとかもですね、多分顔面ありだったらもうちょっと目線高くなってて僕の腹に突き刺さってたと思うんで、多分顔面ありだったら僕の負けなんですよ本当に。これはなので加藤選手にはこの後も、まあ、75キロまで絞るのはすごくいいと思うんですけど、あの健康上でもどんどん出ていただいて、はい、あのめちゃくちゃ強かったので、あのローキックとかもこんな強いかねっていうぐらいバーン来て本当今も痛いんで、いやすごかったです。ありがとうございました。加藤選手、惜しくも敗れてしまいましたが、この試合、実は全て、加藤さんのルールに乗ってしまって戦ってくれたんですね。うん、本当はね普通にキックボクシング顔面パンチありのルールでやるというもとだったんですが、ちょっとね、顔面ルールができなかったという事情がちょっとありまして、その中で、この空手ルールで戦うと。それに対して加藤さんは全くノー言わなかったです。それでも俺は行きますよと、やりますよということで、まあ、この試合が成立しました。まあ、加藤さんといえばあの知ってる方は分かると思うんですが、1試合目、ね、ここの大会に出て1試合目すごい強い、負けなしの、井筒さんと戦いまして、次は米兵アメリカ兵の、マット選手も戦いまして、で今回、勝てるんじゃないかなという予想もしまして戦ったと思うんですが、加藤さんお願いします。はい、まあ、ちょっと勝敗どうこうよりもね、本当、ロブロ2発っていう、これはもう本当、対戦相手の川本選手に本当に申し訳ないなと、思いますので、まあ、ちょっとねでかい者同士でガチガチで殴り合ってくれっていうふうに、小木さんに言われてですね、まあ足を止めての殴り合い、それから殴り合った末の膝蹴りっていうのをちょっと自分の中で描いてたので、そこに、まあちょっとこだわってしまってこういう結果になってしまったかなというところもありまして、本当にもう申し訳ないなという気持ちでいっぱいです。もう本当次出させていただくときは、75キロまで落としてでしっかりとしてですね、綺麗な試合で、勝ちたいと思いますのでよろしくお願いします。川本さんは有名な掛け狂いの原作者であって、入場曲も掛け狂いの入場曲、かっこいいなと思ってたんですけど、なんと加藤さんも掛け狂いの入場曲できたという感じだったんですけど、あれどうだったんですか？いや、なんか
運営さんのミスかなと思ってまだ僕の入場続いてるのかなって思ってました。はい、何を狙って。いや、あれ映画版の入場曲、オープニングだったんですけど、川本先生、先生はアニメ版で来るかなと予想してちょっとまさかのかぶりで、まあ、それはそれで面白いかなと思いましたので。ちなみになぜ金的を蹴ったんでしょうか。そうですね、ちょっと面白いことを言おうとするとスポーツマンシップに反する発言になってしまうので、本当に対話なく、必死で戦う中で出てしまいました。本当に申し訳ございませんでした。まあ、ルール上ですね、なかなかキックボクシングじゃないルールを戦ったの初めてだと思うんですが、本当にどつき合い、素晴らしいどつき合いを繰り広げてくれました。すみません、最後にお礼を、この舞台に立つことができたのはもちろん加藤選手、試合を受けてくださった加藤選手はじめ、エグゼクティブファイトのスタッフの皆様、小日向さん、あと、ユナイテッドジム東京の、皆様、それから母にもなんか減量しなきゃいけないっていうんで食事作ってもらったり協力してもらったので、本当にここに立てたことはもう皆様のおかげです。はい、ありがとうございました。はい、本当皆さん、もうちょっとね、いい試合期待していただいたと思うんですけど、本当こういった形になって申し訳ございませんでした。次は本当に綺麗な試合して勝ちますんで、引き続き応援よろしくお願いします。改めて両選手に大きな拍手をお願いします。それでは選手は退場してください。じゃあ次、第4試合目ですね、加藤選手 vs 川本選手ですね。いや、この試合は本当は僕加藤さん勝つんじゃないかなと思ったんですよ。ただ空手ルールになって、はい、川本選手に金的が入ってしまって、うん、そうですね、そうですね、まあ、加藤さんは身長も高いし、ちょっと近づいてきて膝上げると、ね、金的に入ってしまう、でルール慣れもそんなしてなかったんじゃないかなと思うんですけど、まあ金的を2発やってしまって、まあ、減点取られてしまって、まあ、判定で負けてしまった。だから加藤さんからすると消化不良ですよね。なるほどなるほど。2分1ラウンドの戦いでしたね。そうそうです、そうですね。ちなみにこの試合ってのは空手ルールにしてください、2分1ラウンドにしてくださいって言ったのは、まあ、実は加藤さんの方ですね。それを全部乗ってくれたのが加藤さん。そうですね、そうですね、といった男意気もね、最初の時点で、武士道精神というかね、そうですね、姿を見せてくれたんじゃないかなと思います。まあ、とはいえ、川本さん勇敢に今回初試合で、漫画家で、トレーニングとか運動しなかったら、早死にするんじゃないかって言ってたこの彼が、ね、はい、リングに上がって堂々と加藤さん、加藤さんに立ち向かって、そうですね、まあ、そういった意味できっと本当の心の中では加藤さん、川本さんは怖かったと思うんですよ、加藤さん相手。そうです、そうですね、はい、まあ、でも見事、まあ、川本さんが勝って、で加藤さんは、まあ、3連敗してしまったんですけど、加藤さんの実力はこんなもんじゃないの知ってるんで、はい、なので次の試合でぜひとも豪快な勝ちをしてもらいたいと思います。で観客の方から、はい、今回負けたらもう75キロまで落とせと、10キロ減量しろっていうふうに言われてるみたいですけども、はい、ただやっぱりね、加藤さんは大きい加藤さんで僕いてほしいなと思ってるんで、なるほど、まあ、ナチュラル体重というか、まあ、95とか90キロあたりでガツガツともう最強の弁護士に苦戦してほしいなと思いますね。で、川本さん、原作者、
漫画のですから、あのぜひともこうねエグゼクティブファイトにまた出ていただきながらですね。というのはあの出なきゃもう健康不健康にまたなっちゃしまいますからそうですね、はい、ぜひそうですね。でやっぱり素晴らしいこう原作者ですので、うん、エグゼクティブファイトもなんか原作してほしいなと思いますけどね確かに、はい